皆さんこんにちは、こぶしゆりです。なんとマイクロブタさんのカフェに行ってまいります。私喋っちゃうんですよ、動物と。で、ブタさんはまだ未知の世界なので、ちょっとなんかコミュニケーション取れるんじゃないかなっていう期待を胸に行ってみたいと思います。楽しみが溢れてる高生の演出からお届けしました。レッツゴー。昔からお母さんの作るミノムシっていう料理が好きで、鶏肉に細切りしたじゃがいもをつけて揚げるんですよ。そうするとミノムシみたいになるんですけど、それがすっごい好きで、いろんなところでミノムシが好きですって言ったらちょっと変な人柄だったので、ここだけの秘密にしてください。ミノムシ今度じゃあナオに作れるようにお母さんに教えてもらうことにします。今日は私のお友達を紹介していこうかなと思います。まずはこちら、彼は青い目が特徴ですが、どうにも顔が日本人っぽいので、名前はサブロー。サブローの特技は腕を180度曲げること。どこへだっていけるよね、じゃこのままにしておこうか。よし、次。彼は肌の色がウコンっぽいのでウコン。特技は胸を360度回せます。はい。そんな悲しそうな顔する。びっくりしちゃった。どうしたの？何があったんだろう？悲しそうだから、名前はツラタン。毎日辛い出来事が降り注ぐかわいそうなところが特徴。バイバーイ。あー、すごいね。同じ感じで。ちょっと待って、ちょっと待って。絶対に同じだと思うんですけど。あ、じゃあ分かった。ヤバタン、ツラタン。
ヤバタンとツラタン。眉毛が濃いか濃くないか、ヤバタンの方が濃い、ツラタンの方が薄い。双子でとても仲が悪いです。君はそうかい、そうかい。綺麗な藍色が特徴ですね。綺麗な藍色に染まっているので、彼の名前は染五郎。特技はハードル走。相棒です。ぐでんぐでんなところが特徴な相棒。以上、私の仲間たちでした。集合。あ、相棒ヤバタン、シロツラタン、ソメゴロ。誰だっけ、ちょっとごめんね。みんな、はい、カメラ見て、カメラ、はい、バイバイ。あなたは誰だっけ。